笠置山から望む坂折、棚田坂折棚田とは、岐阜県恵那市中野方町にある400年超の歴史を有する棚田である。坂折棚田は、標高 620.9 メートルから 446.0 メートルの位置にあり、468枚の水田を有する。あぜの石積みは高さ1メートルから3メートルほどである。その斜度は 1、3.8 から 1、7.5 で、平均斜度は 1.7。灌漑用水が豊富で米と麦の二毛作ができたと伝えられている。坂折棚田は戦国時代末期から江戸時代にかけて自然石を石積みして作られた棚田であり、付近の坂折集落は大阪冬の陣の後に美濃国鴨郡塩見村の山田宗左衛門の逸夫と睦夫の入植に始まると伝わる。NPO 法人恵那市坂折棚田保存会が、棚田オーナー制度による都市住民の農業体験、小中学校の生徒や企業の社員の農業体験、石積み塾の開催や各種ボランティア作業を行い、坂折棚田を中心とした里山の保全に努めている。なお、ここで収穫された米は坂折、棚田米という名称で、恵那市内の数カ所で販売されている。また、2009年以降、毎年5月30日に他の神様とお祭りを開催している。ありがとうございます。